1070Ti ですね。もっと焼けてたようなイメージだったんですけど、てかこれなんや、これなんやこれ。メモリの電圧だけ出てなかったんですよね。こっちの足からはね、何にも電圧出てなかったんで、あ、 1.8 出るようになりましたね。お、来た。はいどうも、ブラックパンダです。第1弾、2弾、3弾と続いてきた燃えたグラボシリーズ、一応最後になります。今回は前々からね言ったんですけど、こちら 1070Ti ですね。今までのグラボの燃え方に比べたらだいぶマシだと思います。で、以前の動画でこれ動作未確認で買ったって言ってたと思うんですけど、調べ直したら認識しないグラボとのことでした。バックパネルね、その時開けてどうのこうのっていう説明をしたと思うんですけど、なぜ開けたかというと、ちょっと焦げ臭い匂いがしたんですよね。なんて言うんですかね、その基板が焼けた匂いっていうのはちょっとまあ分かりづらいと思うんですけど、難しいです。なんか化学物質がこうなんか焼けたような匂いというか、なんか酸い匂いというかね、っていうのが、まあ、このグラボを、まあ、袋に包まれてたんですけど、袋開けた時にねそういう匂いがしたんで気になって、このバックパネル開けたら、まあ、ちょっと焼けてたっていうねことなんですけど、グラボとかねこういうパソコンパーツのジャンク買う時はね、匂いを嗅いでみるのもねいいかもしれないですね。中で焼けてたら独特な匂いがするので、まあ、それも一つのねなんかの参考になればと思います。認識しないとのことで、一応こっちでもね、さっき確認したんですけど認識はしませんでした。火花も出ませんでした。なのでバックパネル取ってね、その燃えてる箇所も先に見ていきましょう。ちょっとねここに焼けた跡がありますよね。なんかあ、こんなやったかな、ここなんですけどね、もっと焼けてたようなイメージだったんですけど、なんか全然ですね、まあ、今までのやつがちょっとひどすぎただけかもしれないですけど、ここですね、まあ、一応まあ火が出たような跡みたいなのありますよね、ここにね。まあでもこれぐらいだったらもうなんか今までのに比べたら燃えたっていうか、もう実装部品がねちょっと弾けたぐらいな感じですよね、これだったらね。まあ一応ね、その基板の方にも若干焼けたような跡があってね、まあ、穴が開いてるので、まあこれがね、まあ、ちょっとどうなってるのか見ていきたいと思います。見た感じこの辺の実装部品が何個かダメになってますね。こっちもちょっとなんかこの基板のパターンの中からね、なんか焼けたような跡がありますね。この辺ショートしてるのかな。導通モードで調べてみます。ショートはしてないんか。こっちグランド、これコンデンサーですね。こっちグランドでショートはしてないんかな。ほうほうほう、なるほど。 PCIe からはどうなってるか見てみますね。大丈夫っぽいですね。でこっちは、補助電源側からもショート反応はないですね。単純にここだけかな。一応中も表側というかね、このコア側も見てみたいと思います。てかこれなんや、なんやこれ、なんかここ、信号線、なんかコンデンサかな、コンデンサをこうなジャンプ線でつないでますね。これは修理品ってことかな。でもたまにね、そのなんか中華の怪しいやつ、製品の新品買ってもなんか最初からこんなんしてあるやつありますよね。これはどっちなんやろ、誰か修理したんかな。なんかちょっと怪しいですね。よいしょ、取れた。これも取れるか。よし、なんか実装されてない部品が結構ありますね。
ちょっと一通り確認していきます。まあちょっと見てたんですけどね、どうだろう、このグラム結構酷使されてるんじゃないかなっていう感じですね。サーマルパッドついたとこなんですけど、まあ、結構オイルブリード見られますし、この GPU のところなんかもね、なんかこうちょっと見えづらいかな、この角度だったら見えますかね。なんかここなんか液体っていうのは何かな、何やろ、なんかこの少し茶色いようなこの物体がね、こうにじみ出てるような感じはありますね。結構厄介っぽいな。はい、あれからね少し調べたんですけれども、まあ回路自体にね特にショートとかはなくてですね、ここの焼けてめくれ上がって見えてるパターンあるじゃないですか、ここは何の電圧のラインかというと PCIe からの 12V のラインでしたね、この辺りが。で各電圧を一旦ね、まあ、ちょっとマザーボードの方をつないで調べてきたんですけれども、この補助電源からの 12V PCI からの 12V は OK で、同じくね PCI から 3.3V も出力されてました。で 5V、1.8V、 あとこのコア電圧ですね、コア電圧もちゃんと出力されていました。ただメモリの電圧だけ出てなかったんですよね。まあ、なのでそうですね、このメモリの電源周りを調べていく必要がありますね。よし、したらねまたちょっと頑張って追っていこうと思います。ちなみにね僕はこういう修理は、かなり苦手ですね。このシリーズのね第3弾までみたいな、あんな何にも考えずにねもうガンガン削るだけの感じだと思ったんですけどね、今回はちょっと違いましたね。まあグラボねあまり触ってこなかったんで、まあ知識がねかなり薄い、まあ全体的にまあジャンクル知識薄いんですけど、まあ特にグラボをあんまりね触ってこなかったんで、他の投稿者さんのね動画とか見ながら、まあついでにねちょっと勉強も兼ねて、やっていこうと思います。メモリの電圧が出ないのはこの MOSFET には 12V 来てるんですけど、このゲートに信号が来てないんですよね。で調べるとこの IC につながっているんですけど、この表示されてる型番みたいなやつで調べても、まあ、データシートとか出てこなかったんですよね。まあ、この IC が、まあ、どこにつながってるのかというと、この裏側のこの焼けてたですね、この辺りに、ここか、この辺りにつながってるんですよね。ここが 12V のラインですけど、ここがね、なんか 12V のコンデンサーがパンクしてて、で、ここの抵抗かな?この抵抗に 12V が入って、抵抗通って、こいつなんだろうな。これも調べたんですけどね、ちょっと出てこなかったんですよね。で、これを通って、まあ何かしらの電圧を生成して、あの IC に繋がってると思うんですよね、ここの足が。この 12V 多分入って、この左から3番目のこの足が入ってるんですよね。わからんな。ちなみに電圧も調べてみたんですけど、こっちの足からはね何にも電圧出てなかったんですよね。もしかしたらこいつが壊れてんのか、まあどうかわかんないですけどね。はい、ここのね電源周りの IC チップと全く同じ型番のものがね使われてるやつを発見しました。それはこちらですね、燃えたグラボシリーズ第1弾に出てきたゾタック1060ですね。こいつにも、同じね、このここに同じ IC が搭載されているんですけれども、電圧とかね調べてみたら、このメモリのMOSFET のゲートに 2V 出てたんですね。でそれがこの IC から出てるんですけれども、とまあ問題はねそこじゃなくて、こっちの今修理してる方のこいつですね、こいつも、同じ回路上に存在していて、それがね、まあ、ちょっと場所がコイルのところであれなんですけど、ここについてるんですよね。で電圧かけて測ってみたら、ここからね 1.8V 生成されて、ICこいつですね、この IC に入ってる感じなんですよね。まあもしかしたら 1.8V がね復活すれば、この MOSFET もねオンになってメモリがね動き出すんじゃないかなとは思うんですけれども、何せね、まあ、単純に交換すりゃいい話なんですけどね、これね後々もうちょっとねちゃんと直そうかなって思ってたやつなんで、こっから取るのもね、まあなんかちょっとあれだなと思ったんですけど、まあ仕方ないですね。まあとりあえずね、こっから部品取っちゃいます。もう部品取りにして、こいつをね、とりあえず直していこうと思います。
まずはここのもうダメになってる部品を取り外していきます。はい、今ねこの焼けてた部品を取り外ししました。まあ、今回はねもう前ほどひどくはなくね、この多分表面だけですね焼けてんのは。なのでまあ他のね層と同通してるってこともなさそうですね。まあでもこのままだと怖いのでね、ここソルダーレジストつけて固めておきたいと思います。よし、それでは UV ライトでね硬化させていきます。はい、まあだいたい固まりましたね。でこれで部品をね取り付けていくんですけれども、このままだとねつかないので、ここのちょっと残ってるパターンのところね、ここからちょっと引っ張ってきてね、こう線か何かをねこれで実装できるようにしていきたいと思います。ここちっちゃいけどいけるかな、直接つなぐかゼロオームやし。まあとりあえずちょっと考えます。そしたらこっちからね部品取りしていくんですけれども、その前にね、電圧ちょっとお見せできてなかったと思うので、それをね先に見せていこうと思うんですけれども、これこうなんていうんですかね、このマザーボードにつなぐやつ、これね探してたんですよ。でさっき見つかったんで、この机の上で測定できるようになったんで、電圧だけ先にね見ておきます。ここにね問題のチップが載ってるんですけれども、 1.8V 出力してるやつですね。でこいつは、一応ね正常に 1.8V 出るやつなんで、こっちで測るとここねちゃんと 1.8 出てますよね。で、1070Ti の方も見ていきます。よいしょ、次ね 1070Ti の方ですね。こっちが、同じね足にピンを当ててもゼロですね、出力が。まあ、なのでねこいつなんだとは思うんですけれどもね。そしたら引き続き1060から部品を拝借していきます。次は外した部品を取り付けていきます。はい、ということで、この辺の部品ね付け替え終わりました。ただねここのラインの抵抗ですね、ここちょっと付けようと思ったんですけど、もう何ですかソルダーレジスト取れて、でこのパッドもめくれてしまったんですよね。でも見た感じでもこれ使ってないラインっぽいので、一旦これはこのままで動作ね確認して、動作というか電圧出るかね確認してみたいと思います。ここでね補足じゃないですけど、まあ編集中に気になったことがあったんでね、後で撮影してるんですけど、ここ不思議なんですよね。この今画像で出してる赤丸のところが 12V のラインなんですけど、まあそこからこの緑丸で囲っている抵抗、まあ 9. 点何キロオームだったと思うんですけど、を通ってこの P526 のこの 1.8V の生成するチップに入ってるんですけどね、この抵抗は壊れてなかったんですよ。でこの左の青い丸のところ、ここなんでこんな焼けたのかがちょっとねわからないんですよね。まあ一応この壊れた9526の一番左下の足の先がねこの青い丸のところにつながってるんですけれども、まあ 12V ラインのねこの、まあ、コンデンサのパンクは、まあ、なんとなくねそのここに大電流流れて壊れたのかなとは想像できるんですけど、でもこの抵抗は壊れてないし、まあでもその先のチップはね壊れてるし、さらになんかあんま関係なさそうなところの抵抗もね吹っ飛んでるので、ちょっとねこの壊れた時のこのストーリーがなんとなく読みづらいですよね。まあ何かね、まあこうじゃないかなと考察がある方はねコメント欄でね教えていただけたらと思います。ごめんなさい話はそれましたけど、本編に戻ります。ではね電圧測ってみたいと思います。あ、 1.8 出るようになりましたね。1.8 が出てるということは、ここのメモリの電源ですね。お、出てる。1.3。これはいけるかもしれませんね。動作確認してみたいと思います。はい、というわけでいつものベンチ台に取り付けしました。今回はね火は出ることないと思うんで、まあ安心してね動作確認していけると思います。まあさっき電源入れてますしね。よし、じゃあ映像が出るか確認します。スイッチオン。
ファン回転 OK ですね。でモニター出力、ここが緑色になれば信号が来てるはずなんですが、さあどうでしょう。あー、あかんかな。お、来た。お、おっしゃしゃあ、そのままバイオスが表示されるはずです。よし、来たね。よっしゃ、勝った。そしたら OS 入れて GPU-Z で認識されてるか確認したいと思います。はい、ということで GPU-Z 起動させました、NVIDIA GeForce GTX1070Ti ですね。メモリサイズが 8GB で、ちゃんと認識されてます。一応まあこういった感じですね。多分負荷がかからないとファンが回らないんだと思います。でまあ今からベンチマークやるんで、それでねちゃんと性能が出てるのかどうかもチェックしていきたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。ベンチマークをねちゃんと完走しましたね。で、まあ、若干性能が出し切れてないのはベンチ台に搭載されているね CPU が弱いせいだと思います。まあ、なので全然多分普通に動いてると思うんですけどね。あの後一応10回以上ねベンチマーク回してみたんですけど、もう全然問題なくね動作してくれました。なのでこいつはもう完全に治ったと言ってもいいんじゃないでしょうか。はい、今回で燃えたグラボシリーズは終了になります。こいつがね今やったやつで、一番最初にやった1060ですね。でその次にこちら760、第3弾がこちらですね。基板にねでっかい穴開けてしまった780Ti ですね。でここでねちょっとね皆さんにお伝えしなきゃいけないことがありまして、この1060なんですけど、これ性能出し切れてなかったじゃないですか。まあ大体半分ぐらいの性能しか出てなかったと思うんですけど、あれねおそらくベンチ台のメモリー容量が僕は 4GB しか載せなかったんですよ。多分そのせいじゃないかなと思うんです。今回この 1070Ti の時のベンチマークも1回目はね全然性能出なかったんですよ。で、まあ、なんでかなと思ったらメモリー 4GB しかなかったんで、でその次にね 16GB に増設して測り直したらちゃんと性能出たんで、多分ねこいつもメモリちゃんと載せてたら性能出たんじゃないかなって思うんですよね。まあなのでこいつはねちょっと部品取りにしちゃったんで惜しいことしたなと思ってるんですよね。まあもしねジャンクがね、まあ、出てきたら、まあ、どうしようもないジャンクからね部品取りしてまたこいつにつけてね動かしてベンチマーク測ってみるのもといいかなと思ってるんですけどね。まあでも今よく見たらねなんかここちょっと焼けてるんですよね。まあ、こいつもちょっと交換しないといけないですけど、まあでも多分性能はね出せたはずなんですけどね、ちょっと僕のミスで、出し切れてなかった感じですね。まあということでシリーズは以上になりますが、このチャンネルではねジャンク品の修理、はたまたねちょっとわけのわからないね工作とかねチャレンジしてますので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次のジャンクでお会いしましょう。バイバイ。てか燃えるグラボシリーズの最後だったんですけど全然燃えてなかったですね僕の勘違いでした。まあまた燃えるグラボ出てきたらやっていこうと思います。